今日どうだった？早いですね。早いよね。もっともっと喋ってたい。ねえ。ゆめたんともっと喋りたかった今日は。あ、かなりありがとう。ありがとう、ゆめたん。え、もうちょっと長くやってください。止めに入りたかったのに。ごめんごめん。かりんちゃん、今日初めてだね。はい。どうだった？いや、もう、私、ラジオが、実は一番やりたい仕事なんですよ。そうなんですよ。で、のぎののにずっと出たくて、やっと出ることができたので、幸せです。よかったです。ありがとう。なんか、こんな回でごめんね。え、全然楽しかったですよ。私が、話が減ったのばっかり。違う違う。ひめたんとうちのこの、やりとりを止めるっていう、いいお仕事をしてました。よかったよかった。よかった。そう、ひめたんは割とね、これリアルタイムで聞いてるのよ。のぎのの、毎週。で、あのほらこうやっててもね真面目だから、聞きながら、あ、今は違うなとか思いながらしょげてます。ようなような一人で。ひめたんのそういうところが好きだよ。かなりありがとう。ありがとう、ひめたん。もめっちゃ応援しない。じゃあ最後エンディングいきましょう。はい、乃木坂46ののではあなたからのお便りお待ちしています。おはがきの場合は郵便番号 105-8000 に文化放送乃木坂46ののそれぞれの係までお願いします。メールの場合は nogi@joqr.net nogi@joqr.net です。番組の公式ブログにはコーナーの説明が書いてあります。さらに Facebook にはブログにはあえて載せてない写真をたくさん載せています。ぜひいいねしてくださいね。それでは次回第72回でお会いしましょう。お相手は乃木坂46の中本姫香と中田かなと伊藤かりんでした。バイバーイ。